どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、たくさんある ANA のクレジットカードの中で、どれがおすすめかっていうのをね、今回ね2020年度版まとめっていうことでね、解説していきたいと思います。で今回はね、ちょっとね情報量がすごいねたくさんありますんで、今回テキスト動画でね、紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。たくさんある ANA カードの中でどれを持つのがおすすめということでやっていきたいと思います。この動画ではね ANA マイルを貯める上でですね、たくさんある ANA カードを、年会費、還元率、特典などを比較してね、見ていきたいと思います。で一般カード、ゴールドカード、プラチナカードまとめっていう感じでね、見ていきたいと思います。まずねこちら一般カードとなっております。これ以外にもね何枚かあるんですけども、ちょっとね抜粋させて紹介させていただいておりますけども、クレジットカードの中で、今ねおすすめできるクレジットカードっていうのは、左の真ん中の、東急クラブ級ポイントカード、こちらですね。こちらが、今 ANA マイルをね、ポイントサイトから、ANA マイルをね、交換するっていう上でですね、必要、必須のクレジットカードとなっておりまして、これがないとね、始まらないっていう感じなんですよね。で、以前ね、右上の、ソラチカカードっていうね、ANA トゥーミーカードっていうのが、主流だったんですけども、こちらのね、ルートが閉鎖になりましたので、こちらのクレジットカードはもうお役御免っていう感じで、今はね、もう必要とするクレジットカードではないんですよね。ですので、この東急クラブ級カード以外のクレジットカードで発行するっていう理由となるとしたら、ポイントサイトにねまだ案件がねソラチカカードとかね、ANA の JCB カードもね、ちょこちょこあったりしますんで、そういうタイミングでね、発行するのはねいいんじゃないかなと思うんですけども、メインカードにはねなり得ないかなっていう感じですね。でこの一番右下のね ANA の、アメリカンエクスプレスカード、こちらね一応一般カードの部類に入れたんですけども、こちらね年会費が7000円、しかも ANA マイルのね、移行手数料がねかかりますんで、発行ね検討される際はですね、こちらねキャンペーンやっておりますんで、キャンペーンに乗らない以外でねこちらを発行するっていうのはねなかなかお得という意味ではね難しい部分がありますんで、キャンペーンの動画はね別に、2020年ね、クレジットカード入会キャンペーンまとめみたいなね1月でまとめさせていただいておりますんで、そちら見ていただけたらなと思います。結構なマイル数がね稼げますんで、キャンペーンを狙うっていう意味では、全然いいと思います。で次 ANA ワイドカードですね。こちらは先に言います、あるってことだけ覚えておいてください。ANA ワイドカードっていうね、種類があるんですけども、こちらね年会費が、かかるクレジットカードにもかかわらず、還元率がそんな高くないんですよね。ですので、一応あるよってことだけね、覚えておいていただけたらなと思います。次にですね ANA ワイドゴールドカードですね。私自身ね、これの ANA、ビザカードですね、のゴールドカードをね、今、現時点で保有してるんですけども、もともとね、最大還元率が 1.648% ということで、年会費が1万4000円のクレジットカードの中で、1万4000円なんですよね、年会費が。で、その中で 1.648% ということで、かなり還元率が高かったクレジットカードなんですけども、これがね、今2020年現在まだ 1.648% の還元率を維持してるんですけども、2021年2月以降ね、1.35% まで、これ最大数ですね、還元率落ちますんで、すごいおすすめかっていうとね、ちょっと難しい部分にもね、ちょっとなってきてるところであるんですよね。この 1.35% っていうのが、言ってしまえばね、これゴールドカードで 1.35% なんですけども、他のね、一般カードでも 1.35% まで上げれてしまう
ようになってしまったわけなんですよね。まあ言ってしまえば一般のね、カードと、一緒になってしまったわけなんですよね、還元率が。っていうので、まあすごいね、おすすめかっていうとちょっと難しい部分になってきてますね。しかしですね、ANA の、ワイドゴールドカード、まあゴールドカードはですね、ANA マイルから ANA スカイコインへの、交換率っていうのが、まあ持っているだけで、最大 1.6 倍まで上げれるんですよね。5万マイルを一度に、スカイコインにね、交換すると、1.6 倍で、まあ、8万スカイコインに交換できるんですよね。っていう意味で、SFC 仕様ね、費用とかを ANA マイルを貯めて、ANA マイルからスカイコインに変えて、まあそれをね、仕様費用にしようっていう方はね、まあこちらね、おすすめとなっているんですけども、まあちょっとね、還元率が落ちてしまいますんで、まあちょっとその点だけはね、頭入れといていただけたらなと思います。通常の決済で、まあ100円で1マイル、貯めることができて、ANA の航空券を利用する場合は、100円で2マイルが、貯めることができます。で、続きまして ANA のゴールドカード、アメックスとダイナスですね。ANA アメックスの方は、3万1000円、まあ年会費がかかるわけですね。で、100円で1マイル。で、ダイナースの方は、年会費が2万7000円。で、こちらも100円で1マイルですね。で、ANA の、航空券を利用する際は、100円で3マイル。ダイナースの方は、100円で2マイル、まあ、付与されるっていうことなんで、ANA アメックスゴールドのね、最大の強みっていうのはここなんですよね。100円で3マイルが貯めれるっていうのはね、これすごい還元率なんで、まあ、ANA の航空券をね、利用する際はね、まあ、こちら、かなりおすすめの点となっております。で、右の方にね、キャンペーンありって書いてありますよね。まあ、今現在ね、2020年1月現在なんですけども、キャンペーンがやっております。で、このキャンペーンはね、結構ずっとやってるんですけども、まあ、いつね、中断したり終わったりするかはね、ちょっとわかりませんので、まあ、この動画を見られた時に、キャンペーンがやってるかどうかをね、確実にチェックしてもらって、まあ、できれば、キャンペーンをやっている時にね、発行されることをお勧めします。というのも、この、キャンペーン自体は、基本的に発行して、まあ、いくら利用してマイルがもらえるみたいなキャンペーンなんですけども、まあ、それがね、結構利用額はでかいんですけども、まあ、もらえるマイルもね、結構6万とか7万とかね、一時多い時は9万とかまでね、マイル数上がりましたんで、まあ、もしね、発行される際はね、一つ覚えておいていただけたらなと思います。次にね、ANA プラチナプレミアムカード。まあ、ANA のね、プラチナカードですよね。まあ、ここまで来ると、まあ、還元率っていうよりかはもう完全にステータスカードっていう感じですよね。まあ、年会費が、こちら JCB のブランドで7万円。で、通常決済がね、100円で1マイルっていう感じになっておりますね。で、プラチナカードになると、コンシェルジュデスクとかね、プライティパス。で、本来はね、入れない ANA ラウンジを、国内線に限ってはね、このプラチナカードを持ってると入れますんで、まあその点だけはね、すごいいいですよね。国内線のね、だけでね、SFC 収容される方で、まあこのプラチナカードをね、先に発行する方も、いるって結構聞いてますね。で、ANA の、航空券利用時には100円で3マイルが貯まるということで、まあ先ほどのね、ANA ダイナース、ANA アメックスゴールドの、あちらのね、還元率と、まあ ANA の航空券利用した時はね、一緒なんですよね。やはりまあそこでね、まあ ANA アメックスゴールドね、まあ強みがまあいくら、まあどれだけ強いかっていうのはわかりますよね。まあプラチナカードとね、ANA の航空券利用する場合は、付与枚率はね、一緒となっておりますんでね。それでは次行きます。次ね、ANA のプラチナプレミアムカードの、こちらビザカードですね。こちらになると年会費が8万円。通常決済が100円で 1.5 マイルっていう感じになっておりますね。で、こちらもね、先ほど同様、コンシェルジュデスクとかね、プライティパス、まあ、ANA ラウンジ国内線の利用ができます。で、ANA のね、国際、航空券利用の際は100円で 3.5 マイルっていう感じになっておりますね。で、次ですね。ANA ダイナースカードですね。まあ、こちらになると年会費がさらに上がりますね。年会費が15万5千円。まあ、特典としてはね、そんなに変わらないんですけども、ANA のね、国内、航空券利用で100円で 4.5 マイルっていうんで、まあ、驚異的な数字がね、
まあもらえますよね。それでは次です。 ANA プラチナプレミアムカードですね。 ANA のダイナ、ANA のアメックスのプレミアムカードですね。こちらも年会費15万円となっております。で、こちらもね、特典はほとんど一緒となっておりまして、ANA のね、航空券利用の際は100円で 4.5 マイル貯まるクレジットカードということで、すごいですね、うん、まず年会費もすごいんでね、うん、っていう感じになっております。まとめです。最終的にね、まず SFC 仕様を、まあ、今後ね、検討されている方は、覚えておいていただきたいのは、ANA のね、スーパーフライヤーズ会員になるには、SFC 仕様を、まあ、するんですけども、まあ、その後ね、SFC、スーパーフライヤーズカードを申し込むわけなんですけども、スーパーフライヤーズカードって、まあ、基本的に、クレジットカードに付帯するものなんですよね。ですので、クレジットカードに、付帯させるっていう感じなんで、まあ結局クレジットカードをね、保有しなきゃいけないんですよね。ですので、まあ、切り替えるか、まあ新たに発行するかっていう感じになると思うんですけども、まあ切り替える方がね、リスクがなくておすすめです。まあというのも、このスーパーフライズカードのね、申し込み資格を受け取った後にね、クレジットカードを申し込んで、まあ、仮に審査に落ちてしまったらね、まあ、これ結構意味ないことになっちゃうんですよね。修行した意味が。っていうので、事前にね、まあ、発行をお勧めしてるわけなんですけども、まあ、先ほど言った通りね、最大還元率が ANA のワイドゴールドカードがね、落ちてきてしまったので、まあ、今ね、私個人的には、一般カードでも別にいいんじゃないかなって思っております。ですので、まあ、年会費をね、加味していただいて、まあ、どっちがいいかっていうのはね、まあ、こちら、ゴールドカードだと、まあ、ANA マイルでね、移行手数料はかからないですけども、一般カードの場合、スーパーフライヤーズカードでもかかってしまいますんで、まあ、そこはね、まあ、どうしても、年会費を抑えていきたいか、まあ、もしくはね、まあ、年会費は少しかかってもいいけど、移行手数料がかかんない方がいいかね。まあそこら辺はね、人によってね、考え方変わると思いますんで、まあそこはね、皆さん、選択していただいてっていう感じになりますね。で、一番ね、まあおすすめっていうよりかは、まあこれはね、発行しといた方がいいっていうのが、まあこの ANA 東急クラブ級カードですね。まあこちらはまあ先ほども言った通り、ポイントサイトで ANA マイルを稼いでいくには、まあこのクレジットカードないともう今、現時点でね、最高交換率を誇れるクレジットカードがありませんので、まあこのクレジットカードはね、まあ発行しといていいんじゃないかなって、個人的には思います。まあポイントサイトでね、まあ運用されていくであれば、まあこのクレジットカードでは、まあ持っといた方がいいと思いますし、もしね、ANA マイルをね、まあ通常決済で貯めていくっていうので、まあ年会費をね、まあこちら初年度はね、基本的に ANA カードって初年度無料のクレジットカードはほとんどなんですけども、一般カードに関しては。ですので、まあ、クレジットカード決済でね、まあ貯めて、まあまあ、こちらもね、移行手数料がかかってしまいますんで、ポイントをできるだけ貯めて、貯めてからね、マイルに移行して、まあ移行手数料をね、できるだけ少なくして、まあポイントを移行するっていう感じで、まあ利用されるっていう感じになりますかね。まあ先ほども言った通り、ANA のね、ワイドゴールドカードの還元率が落ちますよね。言ってしまえば、2021年以降は、このまま行くと、この年会費2000円のクレジットカードが ANA ゴールドカードとまあ年最大還元率一緒になるんですよね。ですのでまあこっちでもいいかなっていうのね、ちょっとね検討に入ってきますよね。まあポイントサイトの、ANA マイルね、ポイント移行でまあ利用するって意味でも、どっちにしろ発行するのであれば、まあこれがメインカードになってても別にいいんじゃないかなっていう感じですね。無駄にクレジットカードがまあ増えなくてね、まあいいんじゃないかなって個人的には思うところがあります。それではね、最後番外編ということで、まあ SPG アメックスクレジットカードですね。まあ私の動画でもね、結構登場しているこのクレジットカードなんですけども、まあ改めて見ると、通常決済100円で 1.25 マイル貯まるクレジットカードなんですよね。まあこの通常決済で 1.25 マイル貯まるっていうクレジットカードはね、まあなかなか少ないんですよね。
うん、でまあ年会費はね3万1000円として、まあ、ちょっと高いんですけども、まあこの貯まるポイントはねマリオットボンボイポイントで、まあそれをね ANA マイルにまあ移行するっていう感じになるんですけども、まあ移行手数料もかかりませんしね。でマリオットホテルグループでまあゴールド会員っていうね、まあ会員資格ももらえるんで、まあ年会費って意味ではね全然ペイできる、まあ特典がまあもらえてるわけなんで、まあ私としてはね、私これメインカードなんで、まあ番外編としてまあ一応ね載せさせていただきました。まあ私じゃあどれ使ってるんですかって聞かれるの結構あるんですけども、まあ私は SPG アメックスですねっていう感じなんですよね。だ結局 ANA カードがANA ワイドゴールドカードがね、まあもともと私メインカードでね使ってたんですけども、やっぱりね、うん、その最大還元率がまあ落ちてしまうという発表がありましたんで、まあそれでね、もう完全にこっちに切り替えてしまったっていう感じですね。で、私 SFC スーパーフライズカード持ってるんですけども、まあ次の年会費のね、更新のタイミングで、一個ね、ダウングレードしようかなって今検討中ですね。いかがだったでしょうか。今回はね、たくさんある ANA のね、クレジットカードの中で、まあどれをおすすめっていう感じでね、まとめ作らせていただきましたけども、 ANN がね出しているクレジットカードで、まあ、還元率が良くて、まあ、すごい特典も多くてっていうのはね、まあ、結構難しい、まあ、全部をね満たすクレジットカードはやっぱりありませんよね。まあその中でね、まあ、どれを選んでいくかっていうのはね、まあ、人それぞれね SFC 検討されてるされてないとかね、まあ、そういうのにもまあ寄ってくると思いますし、まあ、クレジットカードもね年会費かかるかかんないもね、まあその人それぞれ考え方違いますんで、まあ皆さんね自分に合った ANA カードをね、まあ選んでいただけたらなと思います。まあ私個人的意見で、どれがおすすめですかっていう感じだと、まあ SPG アメックスねANA カードじゃないっていうのね、まあおすすめなんですけども、まあ ANA カードの中であれば ANA 東急クラブ級カードですね。もしね SFC 修行を検討されていて、もうすぐね近い間に、修行費用決済されるって予定がある方はね、 ANA アメックスゴールドのねキャンペーンとかね見ていただいて、まあそれをね SFC まあ利用されてもいいんじゃないかなと個人的には思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。